ね、はい、良かったですね。青山学院大学リースです。これまでにないぐらい難易度を上げたということです。はいはいはい、最近ですね、青学も定年ちょっとしてたんですけども、はい、今年は出てまいりましてね、決勝まで残るのは大変なことですからね。楽しみです。ああ、トスも高いですね。なるほど、力がついたかどうかっていうのはまさにこの技のところで揺れるか揺れないかっていうこの部分ですね。今なんかこう揺れてますね。ちゃんとバランスいいですね。こういうところでですね、チームが強くなったか、そして成長したのかっていうのはよくわかるところですね。ピタッと決まる安定性があるかどうかですね。ちょっとこう止まりましたね。一瞬張り付くように接するように上がりましたね、はいはい。体操競技でも同じだろうと思うんですが、そういうフィニッシュ、フィニッシュ、そういうところをピタッと止めるというのはこれはもうチャレンジングも同じです。そしてやはりこの技を作った時に静止2秒以上と決まってますので、それを守らないことが減点または点数も良くないということになりますね。現在のところ青学ピタッと決まってますからいいですね。今年は音楽このように太鼓とこれが入ってるのが多いですね、はい、パーカッションみたいな、ね、音楽を使っているのが多いです。リズム感が出ますね。まあその年の流行というところでしょうかね。流行りがあるんです、はい。さて、ここも見どころの一つ、抱え込み のバスケットトスで上がりました。頑張れと、高さが足りないですね。足もきちっと開くっていうのが大事ですね。今ちょっと今タイミングをちょっと狂ってるんですね。タイミングが狂ってしまいましたね。あの辺も取り戻さなきゃいけないところが難しいところですよね。難易度を上げた演技頑張りました。リーセス入ってきました。